こんにちは。3月11日火曜日、お昼のいばきら TV セッションのお時間です。この時間もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでね、はい、昼のライブ始まりましたけれども、ちょっと気になるお天気、ね、今日はどんな感じになってますでしょうか。はい、本日のお天気です。本日の天気は北部南部ともに晴れのち曇り、いや晴れ時々曇り、はい、降水確率は午後夜ともに 10% となっております。最高気温は水戸土浦ともに10度ということです、はい、ちょっと穏やかな感じですかね。そうですね、今日穏やかな日になりそうですね、でも朝は相当冷え込んでたよね、まあ、この春の、ね、始まりの季節って着るもの困るじゃないですか。困りますね。もうちょっと冬のダウンっていう感じでもないしなっていうところでね。ただ朝は寒いし昼暑いっていう、ね、本当ですよね、はい。まあ、明日はもうちょっと暖かくなるんでしょうかね。明日なんて最低気温がマイナス1度、今の予報ですが、最低気温マイナス1度の最高気温16度という、そこまでちょっとね寒暖差がありますのでね、朝からお出かけになる方は服装の方ご注意ください。そうですね、引き続きね、乾燥とかそういったものでもね、注意してほしいと思います。さあ、この後今日はですね、いばきら愛の方では、日立から、語りの会の皆さんが来ていただきまして、とってもね趣向を凝らした新しい舞台のお話を聞かせていただくことになってますので、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います、そして番組への、感想、それからこんなことやってほしい、いろんなメッセージはこちらの方までお願いします。ぜひぜひツイッターの、ハッシュタグの方でも皆さんいろいろツイートしてみてください。ということで今日も元気に参りましょう、いばきら TV ステーション、行ってみて。いばきら愛のコーナーです。今回は日立語りの会ラテールの皆さんにお越しいただきました。日立語りの会ラテール主催の豊田育弘さん、会員番号31番、松本よし子さん、会員番号15番、鈴木正明さん、そして会員番号26番、三浦信孝さん、4名の皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会員番号って ね、はい、すごいですよね。なんとかクラブみたいな豊田さんなってますけど、これちなみに会員番号何番まであるんですか。昨日1人入ったので、32番まで。お、そうなんですね。なんかこういったね、演劇系の会としてはとっても大状態って感じがするんですけども、今回は天球劇場で初めから芝居をしようと思っていましたので、たくさん人を集めようと思いまして、で初め集まった時にこう誰だか分からないとあれなので、名簿を作った時にこう愛用順に並べて番号を送ったんです。あ、それが会員番号。そうですね、この人は演技が上手とか、そういうあれでは全然ないんですね。年を取ってるとか関係ないです。関係ないですね、じゃあ皆さんそういった語りの会の、お仲間ということで、今会場の、お話もありました。今回日立シビックセンターの天球劇場というプラネタリウムを使った語りの会ということで、そのあたりの特別な思考についてはちょっと後ほどゆっくりと伺っていうことにしたいと思うんですけれども、さあ今回こちらポスターの方もお持ちいただきました。日立語りの会ラテール星との旅語りの夕べ第1夜というね、とってもなんかすごい壮大なイメージが描かれてるんですけれども、ご覧になってる皆さんちょっとイメージがあまりつかないかなっていう方もいらっしゃると思うので、今回どういった企画になってるんでしょうか。はい、先ほど言いましたように、天球劇場を使って天球劇場ってプラネタリウムなんですけど、プラネタリウムを使ってで何か語りをやりたいなっていうふうに実は思っていて、でシビック の職員の方と話をしているときに、うちのプラネタリウムは実はすごいんですよっていう話を聞かされて、でどうすごいかっていうと、例えばその日本以外のところで見た星とか、その過去を遡ってこの年代の星とかっていうことも見えるんだっていう話を聞いたときに、私この人間の年っていうあのエッセイが好きで、でこれサンテクジュベリーがあの26歳の時のエッセイから始まるんですけど、例えばそうするとフランスのトゥールーズの1226年の12月24日の星空とか見えますかねって言ったら、いや見えるんじゃないですか。見えるんですね。そんなのすごいですね。で領有のギオメがこれアンデス山脈なんですが、アンデスで遭難するんですね、で遭難した時そのアンデスにかかっていた星空も見えますかねって言ったら、多分
見えちゃったので、これは天球劇場でこの人間の土地をやりたいなというふうに思いまして、うん、それでそうなんですね、はい、なるほど、まあ、これ今ご紹介あったように、うん、サンテグジュペリの作品ということで、はいはい、まあ、星の王子様というのがね、はい、一番の皆さんにも有名だと思うんですけれども、うん、まあ、この作品人間の土地というものをね、やってみようと思った、それはどういったところが一番大きかったんでしょうか。実はこの序文がずっと若い頃から好きで、はい、繰り返し読んでいたっていうことが実はあって、そうなんですね、はい、郵便物を運ぶ飛行機を、はい、に乗って、はい、まだその頃その航路が開発されてなかったんですね。なるほど。で、郵便物は実は列車で運ばれてたんです、はい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 、でフランスのトゥールーズっていうところから、はい、ピレネー山脈を越えてまずは、うん、スペインまで、でそれからジブラルタル海峡を越えてアフリカまで、うん、でアフリカから今度はその南米まで、うん、南大西洋を越えて、はいはいはい、航路を開発していくんですが、その早早期のパイロットの一人がサンテグジュペリだったんですね。本人がね、うん、そうだったんですよね、なるほど、そういったすごい思い入れが、ね、あって、今回しかもその天球劇場 の, この実際のこう演出できるっていうところと、こうなんかスパークしてこの作品にっていう感じなんですかね。そうですね、はい、まあ、そういったことでね、とっても楽しみなんですけれども、はい、皆さんは今日あのお越しになっている皆さんは今回、演者、要するに出演される皆さんなんですよね。はい、そうです、はい、じゃあちょっと役をね、伺っていきたいなと思うんですけれども、うん、ね、松本さんは何の役を、私はアントワーヌとサンテグジュペリの役を。あ、そうなんですね、はい、じゃあ主役に近いですよね。そうですね、そうなんですね。あれ、鈴木さんは何ですか。私もアントワーヌとサンテグジュペリ。あ、そうなんですか。サンテグジュペリを2人目、三浦さんは何を。私はちょっと役柄変わってて、あ、そうなんですね、アントワーヌとサンテグジュペリをやって、同じじゃないですか。そうなんですね。これもしかしてみんなサンテグジュペリなんですか。あ、そうです。はー、おー、またそれも変わってますね。だから全然すみません、イメージがわけわかんなくなってきたんですけど、サンテグジュペリがこう何十人も登場するってわけではないんですよね。あ、そうですね、まあ、これ一人語りのエッセイなので、はい、それを何人もに分けてやるっていう形です。うん、そうなんですね、はい、ただそのお芝居にできそうなところは、はい、そもそもお芝居にできそうな箇所はたくさんあるんですけども、はい、そのセリフでわざと書かれているところはちょっとお芝居風にして、三浦さんとかはもう演劇をやってきているので、はい、サンテグジュペリの先輩の操縦士の役を。ですからちょっと今こう老けたひげ面を、なるほど、役作りで、役作りで、そうなんですね。普段は、うん、ちゃんと綺麗な顔してる。本当、本当ですか。なるほど、それは面白いです ね。じゃあ皆さん別の役もお持ちということなんですね、そのサンテグジュペリー以外にも。そうです、そのトゥールーズの市民の役とか、はい、ちょい役で一人何役も実際やってる。そうなんですね、松本さん他には何を。レストランのウェイトレスを。セクシーな。セクシーな、セクシーなウェイトレスがやってます。やっぱりそれはフランスとかスペインとかそういう系の。そうですね。ラテン系のね、ちょっとね、楽しみですね、はい、鈴木さんもセクシーなやつがあるんですか。そうですね、僕もセクシーなんですけど。どういう山賊をやります。山賊セクシーですね。どこかセクシーな。そういういろんなことがもう一人何役もってことやられるんですね。まあ、そうですね、うん、そうすると何かこう例えば語りとか、はい、例えば朗読ってイメージとは全く違うものって考えた方がよろしいですか。そこら辺難しいんですけども、こうテキストは作ったんですね、はい、でテキストを単に読むのを聞いているのはちょっと飽きるかなって思って、そのお芝居にできるところはお芝居にして、で映像も見せますし、はい、星も見せますしっていう、うん、こうなんかバレエに富んだ感じに、しようと思います。すごい面白そうですね、なんか本当に世界が広がっていくようなそんな雰囲気があるんですけれども、うん、あれなんですよ、はい、第1話っていうこともあって、はい、僕らがまだ上手じゃないっていうか、ちょっと語りだけでは時間持たせることはできないので、うん、っていうことがあって、まあ、だんだんに上手くなっていけば、はい、語りだけでこう聞かせることが本当ですか。もしかしてできるかもしれないですけど、いやよりこう演劇の方がこう芝居の方が広がったりとかして。そうなんですね、はい、まあ、本当に今回楽しみな公演なんですけれども、はい、番組後半の方ではさらにこの舞台になっているこの天球劇場だったりとか、はい、そして皆さんの今回取り組んでいるその演技、はい、そういったものについてもお話を伺っていきたいと思います。ひとまずここで CM を挟みます。茨城緑農協北町宮から参りました、この素晴らしい花桃を皆さんにお届けしたいと思います。
この花桃は私たち生産者が丹精を込めて作ったものです。ぜひこの花桃を飾っていただきたいと思います。素晴らしい色に仕上がりました。どうか皆さん、この花桃をですね、奥久慈の花桃をぜひご利用いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。いばきらい、後半も日立語りの会ラテールの皆さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、はい、とても本当にイメージが広がる今回の舞台なんですけれども、うん、はい、実は今日付の茨城新聞の方でも、はい、皆さんのことがご紹介されていまして、こんな記事が出ていますね。これ語りの会ラテールを茨城新聞で取材して大きく取り上げて、そういった記事になってるんですけれども、はい、これは稽古しているシーンが今写真出てるんですかね。はい、そうですね。これはどんなシーンをされてるんでしょうか。これはですね、サンテグジュペリが26歳の時に初飛行をする、はい、前の晩に先輩の操縦士に、そのスペインは不時着する場所がないみたい で、はいはいはい、でどこが安全なのかっていうのをいちいちこう尋ねるんですね。そのシーンの結構、ね、なるほど、とても大事なシーンですよね、はい、そうですね、はい、今さっきもね、前半でおっしゃられたように、はい、語りとお芝居とっていうことで、今のお芝居の方の稽古という、そうですね、なるほど、はいはい、じゃあぜひですね、はい、よりちょっとイメージを皆さんにお伝えするのに、はい、例えばこのシーン、皆さんが3人の方がですね演じられているシーンで、どれかちょっとね実際にここでやっていただくっていうのはありでしょうか。皆さんよければじゃあ、そうですね、せっかくですから、じゃあ私がと言いながらもじゃあね、こう言ってんの、いっちゃいますね、はい、松本さんお願いします。松本さんいいですか。はい、はい、じゃあちょっと語らせていただきたいと思います、はいはい、ちなみにこれどういうシーンを今お話しいただくんですかね。ですね、うん、はい、サンテグジュペリが獲得したのは、はい、飛行機による人間のありさまを見る視点なんですね、うん、つまりそれまではみんなが地上でしか見なかったのが、はい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 、上から見下ろすと、例えば道は全然直線じゃないっていうことに気づき、実は人間の住めない土地がたくさんあって、その住める一角に人間が固まって住んでるんだっていうことにも気づくんです。なるほど、はい、でサンテグジュペリの言葉で言うと、はい、人間の歴史をもう一度読み直す作業を彼は飛行機を操縦しながらするんですね。そうなんですね、はい、そういうところを語った一節です。あ、はい、深いお話ですね、では松本さんよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、その結果僕らは谷間の奥に栄えるその文化が時に奇跡的に気候に助けられて花園のように美しく咲き匂っているのを調査するにあたっても、物理学者に生物学者になってきている。僕らは科学者が拡大鏡を通して見るように、机上の窓越しに人間を観察し、宇宙的な尺度を持って人間そのものを判断することになったのだ。僕らは今にして人間の歴史を読み直しているわけだ。おー、はい、ありがとうございます。素晴らしい。なるほど、これすごい、もしかしてこの本当に今回の物語の中でも大事なフレーズですね。そうですね、うん、その宇宙的な尺度を持ってって実際に書いてるところすごいですね。すごいですよね、人間を判断することになったのだっていうのは、うん、なるほど、うん、これはある意味こう人間のね歴史の中でもやっぱりその空を飛べるようになったっていう時の早々期の、はいはい、ことがやっぱり今描かれてるってことですよね。そうです、例の米ソの宇宙開発競争が起こるのは、はい、今度30年後なので、はい、うーん、はい、その前にちょっと宇宙的な観点を得た一人の人間がいたっていうことですね、はい、なるほど、はい、それをね皆さんで、はい、たくさんのサンテグジュペリがこれを演じるということなので、ね、さあじゃあちょっと舞台になっている日立シビックセンター天球劇場、ちょっとね、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ちょっとイメージショットをねいただきましたんでご覧ください、どうぞ。おー、さあこれ日立シビックセンターが誇る、まあ、プラネタリウム、はい、はい、日本でもかなり最新鋭の機械、はい、メガスターというですね、大平さんが、はい、開発されたのが入っていまして、はい、これはプラネタリウムのドームスクリーンに、はい、いろんな映像も映せる、しかももう満天の星空だけじゃない、宇宙のどこへでも行けるっていうような、そんなシステムが、ね、今入っていまして、はい、今回このプラネタリウムを舞台にという、先ほども、ね、いろいろお話がありましたけれども、はいはい、いろいろとこんな星空もってお話があったんですけれども、うん、はい、他には先ほど、お話しした以外にこうどんな背景に
この空間を使うような予定、まあ、お話できる範囲で結構なんですけれども、例えば、はい、あの最初の方に、はい、空から人々のこの灯火を見ていて、サンテクジュペリはこう書いてるんです。この一件では空間の計測を試みたり、うん、アンドロメダの星雲に関する計算に没頭したりしているかもしれなかったっていうところで、アンドロメダ星雲が出ます。そうなんですね。すごいですね。じゃあかなりこのシナリオにもシンクロした形でプラネタリウムの空間を使われていくっていう、はい、あの前編ではないんですけど、はい、使うところはちゃんと使って、はい、プラネタリウム その魅力もできたらば、こう知らせることができたらなっていうふうに。そうなんですね、はい、まあ、この空間演出はとっても楽しみなんですけれども、あのこれちなみにですね、これから番組をご覧になった方がちょっと見に行きたいと思ったら、チケットはどんなふうに入手できるんでしょうか。日立のシビックセンターの、カウンターで販売していますので。そうなんですね、はい、例えばこう予約とかも可能ですよね、うん、あ、可能です、はい、じゃちょっと公演の概要について改めて教えていただけますか。はい、3月の15日、土曜日の7時半開演で、はい、日立シビックセンターの9階にあります天球劇場っていうところで、開演します。入場料がこれは前売りの方が500円ということですね、はい、これはあのもし電話をっていう場合にはこちらの番号の方に、はいはい、予約の方は0294247720の方におかけください、はいはい、ということでこれとってもね今回の公演楽しみなんですが、これよく見るとですよ、はい、第1夜っていうふうに書いてあるんですよね。これはこの後も引き続き続けていく予定なんでしょうか。はい、実はですね、はい、長くて全部やることができなかったんですよ、はい、それで実は前編後編に分けて、後編は、うん、前編はギオメっていう人が遭難する、はい、このアンデスで遭難するのが、うん、クライマックスなんですが、後半はサンテクジベリそのものがリビア砂漠で実は、遭難するんです、ね、はいはいはい、その砂漠から奇跡の生還を遂げるところが後半の山場で、はい、それを6月にやろうと思っていて、なるほど、でそれを前振りにして、その後、出版された星の王子様を11月にサンテクジブリのこう締めとして、本当ですか、やりたいなと思ってます。そうなんですね、はい、僕も実は星の王子様大好きで、はい、サンテクジブリがね、リビア砂漠で遭難したっていう経験もね元になって、星の王子様がっていうこともありますので、はい、これは3編全部見なきゃいけませんね。そうですね。そうですよね、はいはい、ということでまずはこの第一夜にお伺いいただきたいと思うんですけれども、はい、これちなみに今ご覧になっている方が、うん、このラテールという日立語りの会に興味を持った場合にはこれ参加できるんですか。あ、参加できます。お、はい、その場合のお問い合わせはどちらの方に。あ、それは私のところまで、はい、なるほど、はい、では今こちらに出ていますけれども、日立語りの会ラテール、豊田さんのこの携帯の方にお電話をということで、はい、ちなみに今会員番号が最初32というふうにおっしゃってましたけれども、はい、これ何人まで行きたい感じですかね。まあ、できたら200人ぐらいは。おお、すごい。いいですね。いいですね。200人の主役が。主役が、サンテクジュペリが。これ大変じゃないですかね、演出するのに。南部にも分けますから、ね、あ、そうなったら、はいはい、じゃあぜひ本当ご覧になって興味が、ね、うん、湧いた方はこちらの方までお問い合わせをして参加していただきたいと思います、はい、では最後にですね、ご覧になっている皆さんに豊田さんのからメッセージを一言お願いします。はい、日立語りの会ラテール第1夜、星の旅語りの夕べ、思考を凝らしていますが、実はあんまり実は自信がなくてですね、おやおや、一生懸命演じますので、ぜひ、天気劇場へ足をお運びください。待っています。はい、はい、今回特別な、ね、催しとしてプラネタリウムの中で行われる、日立語りの会の講演についてお話を伺いました、日立語りの会ラテルの皆さんでした。どうもありがとうございました。 ありがとうございました。あ、ごめん。
第41回筑波山雨まつりは2月22日土曜日から3月23日日曜日まで筑波山梅林にて開催されます。2月3月は大変寒い時期かとは思いますが、会場では温かい梅茶の無料サービスを行っております。この温かい梅茶を飲みながら土曜日日曜日を中心に開催されるさまざまなイベントを楽しんでいただきたいと思います。その他には美人の湯で有名な筑波山温泉の日帰り入浴もおすすめです。筑波山梅林から無料周遊バスも運行されますので、こちらも合わせてぜひご利用ください。また本年から新たな取り組みとして筑波山梅林ピストンバスの運行を実施いたします。展望台の一番の見どころ東山で行くことができます。お体の不自由な方やご高齢の方を優先いたしますので、ぜひ足をお運びくださいませ。毎週日曜日には私たち筑波観光大使がこの梅柄の振り袖で皆様をお出迎えさせていただきます。春の香り漂う筑波山雨まつりへぜひお越しください。茨城新聞ニュースをお送りします。最初のニュースはこちらのニュースです。里山保全や耕作放棄地対策などをめぐり、再生可能エネルギー導入の可能性を探る地域バイオマス資源活用に向けてが茨城町で開かれました。講演会は県の再生可能エネルギーアドバイザー派遣制度を利用して茨城町の主催で開かれました。講師はバイオマスエネルギーに詳しい筑波市の農研機構の上席研究員湯山義人さんが務めました。バイオマスはエネルギー源として利用できる植物や生ごみ、糞尿などを指します。湯山さんは日沼流域を一体的に捉えた地域資源の活用と環境保全を訴え、先進地の事例などを紹介しました。講演会には茨城町で里山保全活動に当たっている NPO 法人は代表の平沢文子さんと、木質ペレット推進協議会茨城支部長の大和幸男さんも講師として参加しました。平沢さんは里山保全で間伐材が発生する現況などを報告しました。大和さんはシステムを構築する費用額なども織り交ぜながら、間伐材を利用してペレットに加工しエネルギーとして利用している事例を説明しました。そのペレットできたもので熱利用でやると。どうもご清聴ありがとうございました。茨城町は産業が農業が主体なので、今日の研修会でバイオマスということで、もう少し農業に起因するバイオマス活動が話が聞けたらよかったかなと思いました。茨城町の特色は日沼と、平坦な平地林、里山だと思うんです。農業、畜産業、森林保全、それを例えば地域の防災力だとか教育だとかに生かすという、なんかその活動の取り組みの相乗効果が上がることを期待しています。ここの茨城町の中にある資源、里山にある資源を有効利用することによって町の暮らしを豊かにしていくのか、そこに雇用を生み出して、そして、里山が、美しく蘇っていって、里山に人がまた戻ってくる、そういった、里山を、未来に残してつなげていきたいというふうに、思っています。以上をもちまして、茨城町における地域資源の利活用に関する研修会を。続いてのニュースはこちらです。小説連歌で第150回直木賞を受賞した作家浅井真香手さんを招いてのトークショーとサイン会が8日水戸駅ビル内のホールで行われました。歌人中島歌子の半生を描いた長編作品です。トークショーはブックエース川俣書店が企画し、会場には歴史ファンら150人が詰めかけました。直木賞を受賞されたというような経歴でございます。浅井真香手先生でございます。水戸のどの辺、水戸を描くのにどの辺が苦労、一番苦労だったですか。一番難しかったのはやっぱりその政治向きのことですね。天道の
大阪出身の浅井さんは複雑な面が絡み合う幕末の水戸をきちんと把握することに苦労したそうです。中島歌子の生涯を取り上げた理由について浅井さんは、激動の運命にさらされることになった歌子がくじけることなく後に家塾を起こし一世を風靡したことに魅力を感じたと明かしました。ようも手をつけたなと皆さんに書かせていただいたと思っております。本当にどうもありがとうございました。先生、天狗と国に知らない方が直木賞の賞に受けられたの。浅井さんは執筆を通して水戸の歴史を歩いてきた感じがする、読者とともに取材で支えてくれた多くの人たちに感謝したいと話しました。たまたま私と同じイノシシ同士ということで、イノシシの話をしたりして、茨城は意外とイノシシは嫌われ者なんだっていうお話もできて、まあ、ちょっとつもうしんで頑張りましょうというふうに、握手をしていただきました。やっぱり小説を書くことで水戸の歴史をずっと私は歩いたわけですよね。本当に、ここに訪れるたびに私は多分また帰ってきたっていう気持ちになる、そういう土地になると思います。会場には次回作への期待の声が寄せられていました。最後のニュースはこちらです。飛騨山脈の立山連峰にある山小屋が舞台の映画春を背負っての試写会が10日水戸市の東方シネマズ水戸内原で開かれ、上映前には監督を務めた木村大作さんのトークショーが行われました。映画は作家の笹本良平さんの同名小説が原作で、松山健一さん主演のほか蒼井優さん、豊川悦司さんらが出演しており、雄大な自然を舞台に温かな人間ドラマが描かれている作品です。6月14日の全国公開へ向けて、木村監督自身が全国47都道府県を巡る PR キャンペーンを行っており、 PR のラッピングを施した自家用車を自ら運転し訪れました。回ってます。茨城県は12県目です。まだ、35件か。トークショーで木村監督は標高3000メートルを超す大南寺山などで行ったおよそ60日間のロケでの秘話などを披露しました。2階の屋根まで雪で覆われているような状態なんで、スタッフでまず掘り出して中に潜り込んで自炊生活、それが4、5、6はそういう形。そこにはスタッフばっかりじゃなくて蒼井優さん、ダンフミさん、女優さんもいるんですよね。だから非常に神経を使った撮影なんですが、もうまた木村監督は前作の剣岳天の木は大自然の中のちっぽけな人間というストイックな映画だったが、今度は俳優さんの素が出た和やかで明るい映画、期待してみてほしいと呼びかけました。いい感じで仕上がってると思います。今まで和やかな明るく、なんか非常に今までの試写会では評判が高いです。非常に期待して見てほしいと思うんですが、春を背負ってをここに見に来るように皆さんに進めてほしいと思ってこういう形で来ております。よろしくお願いします。続いては新聞ピックアップのコーナーです。まず最初の話題はこちらです。つくばでキルト展が開かれています。国内外で活躍するキルト作家18人の新作が揃う私の針仕事、糸と布が織りなす世界展がつくば市の西武つくば展で開かれています。この展示会では芸術性の高い大型作品やパッチワークの熊のぬいぐるみなど技術の高さを感じさせる作品約100点が並びます。アメリカのプロゴルファートム・ワトソンさんをモデルにした2センチ四方のシルク生地約1万8000枚を組み合わせた作品や、
古い藍染めの生地をつなぎ合わせた作品など、日本のトップキルター18人による約2メートル四方の新作も目玉となっています。この展示会は今月17日まで行われています。はい、というわけですね、このキルトと言いましても、とても歴史のあるものですのでね、こう様々なハワイアンキルトだったりヨーロピアンキルトだったりと様々な種類もありますし、この技法、つなぎ合わせる技法というのも様々なものがありますので、この展示会ではそういう様々な種類だったり技法だったりも見ることができます。続いての話題はこちらです。多額高校のボランティア部が義援金にグッズ販売をしています。県立多賀高校のボランティア部は、震災直後の2011年4月から手作りキャンドルやミサンガを販売し、義援金として日本赤十字を通して被災地に送る活動を地道に続けています。 We are one プロジェクトと題した活動で、部員たちは放課後などに色とりどりのキャンドルやミサンガを作り、完成品を県内のイベントで自ら販売したり、宮城県などにも足を運び、仮設住宅へ野菜を届けたり、老人ホームで歌やダンスなどを披露し、交流を深めてきました。ボランティア部の部長は、月日が経つにつれて震災のことを忘れてしまいがち、小さなことでも自分たちにできることや人と触れ合う活動を続けていきたいと力を込めました。はい、はい、ということでね、はい、高校生頑張ってますね。そうなんですよ、うん、最近はこういう高校生のね、はい、この息の長い活動に触発されまして、うん、こう大人たちも自分たちも何かやっていかないといけないなっていうふうにこう活動を始めるということもあるようなんですよね。なるほど、はい、でこれね、はい、今知りましたけども、はい、2011年の4月からっていうことなので、はい、震災直後から、ね、やってきたってことですので、はい、でそれがこのボランティア部っていう場を通して、はい、おそらく後輩にね、ずっとこう引き継がれていくっていうところは、うん、とってもいいなって思いましたね。そうですね、うん、やっぱりこうね、自分たちでできることからやっていくってこともね、はい、大切だと思います。はい、はい、以上新聞ピックアップのコーナーでした。偕楽園では2月20日から3月31日まで水戸の梅まつりが行われます。園内には約100品種3000本の梅が咲き誇り、すがすがしい香りに包まれますよ。また3月7日金曜日から3月23日日曜日の期間は、開園時間が午後9時まで延長され、ライトアップされた幻想的な梅や竹林をご覧いただけます。昼間では味わえない夜の完売をお楽しみください。3月15日土曜日には一夜限りの夜梅まつりが開催されます。園内を数千個のキャンドルで照らし出すほか、県内の飲食物産フェアなどが行われ、フィナーレでは打ち上げ花火が夜空を彩ります。その他、高校生による野立茶会などさまざまな催しで皆様をお待ちしております。入園は無料です。お問い合わせ先は 029-244-5454 偕楽園公園センターまでお願いいたします。せーの、ぜひ偕楽園にお越しください。茨城県からのお知らせです。笠間市では世界で活躍できる若手音楽家の育成と音楽によるまちづくりを目指して、笠間国際音楽アカデミー2014を開催します。2005年からフランスのクールシュベール夏季国際音楽アカデミーの日本版として開催してきましたが、2013年に本国アカデミーの名称が変わったため、今回から名称を笠間国際音楽アカデミーと変更して開催します。アカデミーは2014年3月21日から30日までの10日間、茨城県教育研修センターを会場として、世界最高峰の講師陣によるバイオリンとピアノの個人レッスンを行い、その一部を公開します。笠間公民館では、音楽家としても有名なアカデミー参加講師や受講生によるコンサートを行います。また市内各所では音楽愛好家による街角コンサートを行います。音楽の風吹く早春の笠間市へぜひお越しください。公演ごとの開催日時や入場料金など、詳しくは笠間国際音楽アカデミー実行委員会事務局、笠間市教育委員会障害学習課、電話番号 0296-77-1101 までお問い合わせください。妊婦健康審査は
妊婦さんとお腹の中の赤ちゃんの健康状態や感染症、病気の有無などを定期的に確認するために行うとても大切な検診です。産婦人科で診察を受け、妊娠したことが確認できたら、できるだけ早くお住まいの市町村窓口に妊娠届の手続きをしてください。そこで母子健康手帳と妊婦健康審査受診票が渡されます。茨城県では平成21年度から県内すべての市町村において14回分の妊婦健康審査について公費による補助をしており、妊婦さんの経済的負担の軽減を図っています。妊娠中は妊娠の経過に伴って心と体が変化します。風疹など妊娠中の感染症予防は特に重要です。定期的に妊婦健康審査を受け、医師や助産師等に相談しながら妊婦さんとお腹の中の赤ちゃんの健康管理に努め、出産・育児の準備をしていきましょう。また妊娠に関する悩みやご相談は、健やか妊娠ホットライン電話番号 029-221-1124 またはお住まいの市町村および管轄の保健所等でお受けしております。いつでもお気軽にご相談ください。県へのお問い合わせは、子ども家庭課電話番号 029-301-3257 までお願いいたします。こんにちは、五箇町長の染谷でございます。本日は五箇町そば焼酎振興協議会よりそば焼酎の PR をさせていただきます。五箇町産日立秋そば10割を使いましたそば焼酎川霞の販売を五箇町がしております。非常にまろやかな飲み心地のそば焼酎でございます。どうか茨城県内の皆様、一つご愛用いただきますようによろしくお願いをいたします。はい、はい、ということで今日もいろんな話題を、ね、お伝えしてきたんですけれども、はい、茨城ライの方では、はい、日立語りの会ラテールさんのプラネタリウムでの、ね、うん、舞台ということでお伝えしたんですけども、はい、ゆうくんどうですか、プラネタリウムってどんなイメージ持ってます、はい、僕プラネタリウムは結構好きだったんで、ちっちゃい頃結構行ってたんですよね。ほうほうほう。でもね、僕が多分ちっちゃい頃行ってた時と、うん、今のね、さっき写真でちょっと見ましたけど、うんうん、はいはい、全然クオリティが違うんだろうなって。そうなんですよ ね。あの、僕もね、日立ビクさんって研究劇場で前にあの DJ をやっていたので、はい、よくわかるんですけども、はい、その当時は、はい、例えば舞台公演をやろうと思うと、はい、照明が必要じゃないですか。そうですね。で、照明を入れちゃうと、はい、星は消えちゃうっていうイメージになってたので、はい、なんとかやりたいなと思ってもできなかったのが、はい、今の機械はもう光源がものすごく強いので、はい、例えば舞台上でいろんなことをやりながら、はい、実際に星空もしっかり見える、はい、しかもあの、ね、さっき地球の映像映ってましたけども、はい、例えば風景なんかも思いっきり映すことができるので、そう、宇宙の星々だけじゃなく、そうなんですよ、はい、いろんな形で、ね、活用ができるっていう、はい、そういう舞台になってるんですよね。だから今回15日の公演ということで、はい、ぜひ皆さんもいろんなイメージを持ってご覧いただきたいんですが、はい、さっき、ね、あの出演者の方、はい、ゲスト控室伺っていたら、はい、あのね、手にも、ね、星が映ったって言ってましたから、ね、はい、舞台上でどんな風に見えるのか、とっても、ね、楽しみにあのお待ちしたいなというふうに思っています。はい、さあ、今日は、ね、夕方の方のゲストの方はですね、はいはい、今日震災からちょうど、はい、3年ということもありまして、はい、県の防災の皆さんにです、ね、はい、お越しいただきまして、うん、今県で行っている取り組みについて、はい、お話を伺っていきたいと思いますので、そちらの方もぜひしっかりと、ね、お楽しみいただきたいと思います。はい、そして引き続き番組の方では、メールのメッセージこちらの方でお待ちしておりますので、メッセージの方もよかったらこちらの方までお寄せください。はい、そして番組エンディングでのとびきりの写真も引き続きご応募してますので、ぜひ皆さんのとびきりの写真こちらまでお寄せください。ということで、今日も引き続きキラキラ輝く午後をお過ごしください。では